60番不等速円運動の問題です。前半は、ぐんぐん加速していく、これは円運動ではありませんが、 SQT、 ここは不等速円運動になります。1番は Q 点を通る物体が面から受ける抗力を求めようという問題です。まず、ここの位置での、速度 V を求めてみましょう。P 点から出発して S 点、Q 点まで滑らか、摩擦がありませんから、 P 点と Q 点ではエネルギー保存則が成立します。 P 点、ここを位置エネルギーの基準点とすると、 P 点の位置エネルギーは MGH、 運動エネルギーは0です。 Q 点の位置エネルギーを求めましょう。ここまでですね。ここシーター、これ半径 R ですから、ここ半径 R ですから、ここが R コサインシーターになります。Q 点の高さは、Mg の高さは、R プラス R コサインシーターですから、このようになります。運動エネルギーが2分の1 mv 事乗です。この v 事乗を求めましょう。m が消えます。2倍 V 事乗は 2GH-2GR1 プラスコサインシータです。はい、この点で円運動を解きましょう。中心向きに X 座標、中心向きに加速度を R 分の V 事乗、 V はこれを代入しましょう。受ける力は重力、それから垂直抗力、面の内側ですから垂直抗力を受けています。 N です。重力は X 軸の方向を向いていませんから、 X 成分 Y 成分に分解しましょう。ここがシーターですから、この赤は Mg コサインシーター、こちらが Mg サインシーターです。運動方程式に代入します。m かける加速度は r 分の v 事乗。イコール f は n と mg コサインシーターです。N を求めると R 分の 2MGH、 ここですね、ここまとめるとマイナス MG でまとめると2プラス3コサインシータになります。2番です。頂点 T を通るための H の条件、初めの条件です。 T を通るということは、先ほどの1番のシーター、この2のシーターを0にします。その時の垂直抗力が存在するというのが T を通る条件ですね。T に接しているわけですから、面から垂直抗力を受けるというのが条件です。このシーターが0の時に N が存在する。0よりも大きいと。ギリギリ0を含みます。というふうにしたらいいわけですね。0小なり n イコール、ここ0です。 r 分の 2mgh マイナス mg のコサイン0ですから1になりますね。ということは2たす3で5となります。両辺 r y して0以下なり 2mgh マイナス 5mgrmg を消して h 大なり2分の 5r という結果になります。3番です。最初の p 点が高さ 2r の時は、2分の 5r 以上でなかったら t を超えませんから、途中で面から離れます。 e 点で離れます。このまず e 点の場所を求めましょう。この絵ですね。 2r から転がしていくと
E 点、ここを θ0 にしておきました。ここで N が0になります。この式は先ほど作りましたから、これですね、角度 θ における N の式があります。で、ここに初めは H が入っていましたが、これが 2R になるわけです。その時のコサイン θ0 を求めましょうという式を作ります。代入しますね。N の式です。最初が R 分の 2MG、ここが 2R です。マイナス MG のカッコ2プラス3コサイン θ0 で離れるにしておきます。これを解きましょう。0イコール 4mg マイナス 2mg プラス 3mg コサイン θ0。mg が消えてコサイン θ0 は3分の2ということになります。コサインがここは θ0 にすると、ここを3対2というふうになります。つまりここがルート5、という三角形になります、ここが R ですから、ここに三角形を作ると3対2ですから、これ R ですから、ここは3分の 2R になりますね。R とここは3分の 2R です。で、この点の V、接線方向の V、この V も式がもうできています。これです。この式は高さ h からだんだん離していって加速していってここに来た時の θ の位置での速さを示していますから、この h に 2r、 ここが 2r、 θ0 を代入してみましょう。この点の v' は v' の2乗、ここに代入します。2×G かけるこの H が 2R です。マイナス 2GR1 プラスコサイン θ が3分の2。これを整理すると、3分の 4GR は3分の 2GR ですね。ゆえに V' はルート3分の 2GR となります。この速さはルート3分の 2GR です。はい、ここから斜方投射です。この V' の方向に斜めに投げ上げてこうしていきます。さて、縦方向の運動は投げ上げですから、初速度がこうですね。V' の Y 成分、これはここにも三角形ができます。こういう三角形ができます。これは長いところが3ですね。一番短いところが2です。ここルート5ですね。こういう三角形ができています。だからこの V' に対してこの Y 成分、この V' の Y 成分は3分のルート5倍の V' になります。これが初速度の投げ上げ運動。この高さを求めよう。H' にしておくと、投げ上げ運動。第3式に代入します。最高点止まります。はじめが3分のルート5の V' 2GR割る3、これの2乗、V 乗マイナス V0 次乗は 2G、 最高点の高さ H' 計算すると9分の5、3分の 2GR、 2G が消えて H' は27分の 5R となります。ここマイナスですね。マイナス 2GH でした。で、プラス27分の 5R になります。